僕は鉛筆くん。僕は消しゴムくん。今日は一緒にいろんな数字を書く練習をしてみよう。あ、リンゴの木。1。一緒に声に出して1を書いてみよう。気をつけピッと似ている。せーの、1。もう一度書いてみよう。えい！せーの、1。上手に書けたかな？もう一度、えい！せーの、1。次の数字に行くよ。1。一緒に声に出して2の数字を書いてみよう。白鳥の形に似ている。せーの、2。もう一度書いてみよう。えい！せーの、2。上手に書けたかな？もう一度、えい！せーの、2。次の数字に行くよ。1。2。3。3。一緒に声に出して3を書いてみよう。耳みたいな形だね。せーの、3。もう一度書いてみよう。えい！せーの、3。上手に書けたかな？もう一度、えい！せーの、3。次の数字に行くよ。1、2、3、4。一緒に声に出して4の数字を書いてみよう。お家の屋根の形みたいだね。せーの、4。もう一度書いてみよう。せーの、4。上手に書けたかな？もう一度、えい！せーの、4。次の数字に行くよ。1、2、3、4、5。一緒に声に出して5を書いてみよう。クジラを縦にした形に似ている。せーの、5。もう一度書いてみよう。えい！せーの、5。上手に書けたかな？もう一度、えい！せーの、5。次の数字に行くよ。1、2、3、4、5、6。6。一緒に声に出して6を書いてみよう。カタツムリを縦にした形みたい。せーの、6。
一度書いてみよう。えい！せーの。6。上手に書けたかな？もう一度。えい！せーの。6。次の数字に行くよ。1。6 7 7。一緒に声に出して7を書いてみよう。滑り台を縦にした形みたい。せーの、7。もう一度書いてみよう。えい！せーの、7。上手に書けたかな？もう一度。えい！せーの、7。次の数字に行くよ。1、2、3、4、5、6、7、8、8。一緒に声に出して8を書いてみよう。メガネの形みたい。せーの、はーち。もう一度書いてみよう。えい！せーの、はーち。上手に書けたかな？もう一度。えい！せーの、はーち。次の数字に行くよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。一緒に声に出して9を書いてみよう。風船の形みたいだね。せーの、9。もう一度書いてみよう。えい！せーの、9。上手に書けたかな？もう一度。えい！せーの、9。次の数字に行くよ。あれ？リンゴが落ちてこない。チェー。0。一緒に声に出して0を書いてみよう。ドーナツの形みたいだね。せーの、ゼーロ。もう一度書いてみよう。えい！せーの、ゼーロ。上手に書けたかな？もう一度。えい！せーの、ゼーロ。おしまい。